電車が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく4番線に電車が参ります。こんにちは、きぬちゃんです。青春18切符を使って名古屋から北関東へ2泊3日の旅に出かけました。一番の目的は夜の居酒屋です。東京を過ぎると今までと様子が変わりました。乗り換えの時にドアが開くのを待っていたら、近くにいた高校生が開けてくれました。ずっと前にそんな経験をしたことがあるんですけど、たまに乗るだけで慣れないとすぐに反応ができません。名古屋を6時42分に出発して乗り換えは5回、前橋に着いたのは4時近くでした。こちらのエレベーターホールそのまま進んでいただきますと、自動ドアの手前に展望用エレベーターございます。こちらの展望用エレベーターで32階まで上がってください。はい、一番奥ですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。32階です。どうした？今夜の宿は高崎です。駅に着いたらもう暗くなっていました。イルミネーションを見ながら駅前の居酒屋へ行きます。なぜここにしたかというと、浜焼きの中で名物の焼きまんじゅうがあるから。旅に出た時はその土地の地酒を飲みましょう。だっけ。